バーレーン空軍はバーレーンの空軍組織。1971年にイギリスから独立後、バーレーン国防軍が発足し、1977年に最初の航空団が組織された。この航空団が徐々に発展し、1987年にバーレーン主張国空軍が誕生した。バーレーンは二千二年二月十四日の憲法改正後、王政に移行し、 国名がバーレーン王国に変更された。これに伴い空軍の名称もバーレーン王立空軍となった。バーレーン空軍における最初の作戦行動は1990年のイラク軍のクウェート侵攻で脱出したクウェート空軍機を受け入れ、1991年の湾岸戦争においてはイラクに対する航空作戦において、回マイナス 5EF と回マイナス 16C。16 C d が投入された。また、2015年3月から4月にかけて、イエメンの風刺派反政府勢力に対する、サウジアラビア主導の空爆に参加。サウジアラビア空軍基地に展開して、空爆任務に従事した。なお、この作戦期間中、技術的問題により海、海マイナス16戦闘機1機が、墜落事故を起こしている。バーレーン空軍は、2個航空団を編成し、 零下に9個飛行隊を配置している。イサリファーサヒールブハラクバーレーン空軍基地バーレーン国防軍は発足当初、ヘリコプターのみを運用していたが、湾岸地域の情勢悪化に伴い、防空能力の構築が急務となり、1976年9月に、在バーレーンアメリカ大使館に、ス五 a B 及び海 -5E、イ、e、の購入に関する情報要求を行った。 1982年2月に、海 -5E4 機、海 -5 海2機、AIM-9P 空対空ミサイル60発の購入契約を交わし、1985年12月から引き渡しが開始された。海 -5EF は周辺の湾岸諸国が保有する戦闘機と比較して限定的な防空能力を有していたこともあり、 より高い防空能力を有する戦闘機の選定作業に着手し、イ -15、回 -16、イ、A-18、トーネード ADV、ミラージュ2000、ミグ -29 などが候補に挙げられ、1987年3月に、回 -16C、D、ブロック40の採用を決定して、回 -16C 発揮と、 回 -16D4 機の購入契約を交わした。対外優勝軍事援助で引き渡されることとなり、ピースクラウンアイプログラムとして1990年5月23日に初号機がバーレーンに到着した。1991年の湾岸戦争後には、アメリカから回 -16N と回 -5E 回の交換を提案されたが、飛行時間の多い機体であったことから拒否し、二度目の FMS で、心臓機の F-16C10 機が、ピースクラウン2プログラムとして2000年に引き渡しが行われた。2000年年7月には、イギリスのベイシステムズと契約を締結して、ホーク練習機を中心とした飛行訓練学校を設立。T67M260 とホークマーク129を発注し、2006年10月から引き渡しが開始された。 ヘリコプター戦力の強化も行われており、1994年に攻撃ヘリコプターとして R-1E8 機とと -1P6 機を導入、翌1995年にはさらに R-1E16 機を調達している。また、1990年代初頭に用人輸送用として UH-60L1 機、1996年に ウエストランドでのライセンス生産機 WS-71 機を導入。2007年には兵員輸送用に UH-60M9 機を発注。2009年から引き渡しを受けている。バーレーン空軍では航空戦力の強化を計画しており、2018年6月25日に海 -16V16 機の発注を発表し、ローンチカスタマーとなった。また、 現行の F-16C-D に対する能力向上近代化回収を計画しており、レーダーをアン、a p g 8 3に乾燥、搭載電子機器類のアップグレード回収を行う。同年11月には R-1Z12 機の発注を発表し、2022年からの納入が予定されている。ありがとうございます。